西川春樹は、和歌山県木の川市出身のプロ野球選手。宇藤左だ。北海道日本ハムファイターズ所属。2020年シーズンからは、日本ハムのチームキャプテンを務める。社会人まで野球をしていた父親の影響で、西高小学校1年から野球を始め、岸川中学校時代は、内田タイガースに所属し2年時に、全国大会優勝を果たす。 地弁和歌山高校進学後は一年時の2008年春から一番遊撃手に抜擢され、春季大会では早くも4本塁打を記録。第90回選手権大会には直前に手を怪我し、痛み止めを飲みながら、主に9番三塁種で出場。初打席でセーフティーバントを成功させ、 準々決勝の徳派学園菊川高校戦ではに、打席連続で三塁打を打つなど、13打数6、安打を記録した。1年秋からは3番を任され、2年生になった翌2009年春には、右翼手に転校する。6月の明徳義塾高校との練習試合で怪我を、負い、その影響で、夏の和歌山大会は満足に出場できなかったが、チームは、 第91回選手権大会に出場した。2回戦の札幌第一高校戦で敵地二塁打を打つなど12打数4の安打を記録した。3年生になった2010年にはそれまで苦しんだ、故障から回復したが、第82回戦抜大会では、同大会の優勝校である、江南高校に敗れ、2回戦敗退。第92回選手権大会では、成田高校に敗れ、 初戦敗退となった。高校通算13本塁打。2010年度ドラフト会議にて、内野手として、北海道日本ハムファイターズから2巡目指名を受け、契約金6000万円、年俸600万円という条件で入団。入団当初の背番号は26。2011年は右肩を故障した影響で、イースタンリーグの公式戦では、指名打者に専念した。 5月22日には2軍での活躍が認められ1軍へ昇格したが試合に出場することなく5月24日に2軍へ降格10月8日に行われたファーム日本選手権では敵地打を含む3安打を打ち優秀選手賞を受賞した2012年は春季キャンプから新監督の栗山秀樹に期待されオープン戦で校長を維持して開幕を1軍で迎えた 3月30日の埼玉西部ライオンズとの開幕戦でターメルスレッジの代奏としてプロ初出場を果たし2日後の4月1日にプロ初盗塁を記録したその後2軍での再調整を経て故障したスレッジと入れ替わりで6月16日に再び1軍へ昇格した6月18日の横浜 DNA ベイスターズ戦にて小杉陽太からプロ初安打 6月27日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、みままなぶからプロ初本塁打を記録した。その後は主に代打や指名打者として起用された。8月4日の楽天戦には代打出場で逆転に塁打を打ってチームを勝利に導いた。正直類種の田中健介が離脱した翌日の8月30日には二類種で先発出場し、 田中が抜けた穴を埋める働きを見せた。71試合に出場し、打率239、日本塁が13打点、7盗塁、14死球、出塁率311を記録した。2013年は開幕戦先発出場を勝ち取りそのまま二塁手のレギュラーに定着。しかし、6月3日の DNA 戦で、左膝人帯損傷と、 左すね骨骨座章を追い、2ヶ月以上にわたり戦線離脱。その間に、中島拓也が二類種に定着したこともあり、復帰後は主に一類種や左翼種として出場した。前年を上回る85試合に出場し、打率、278、日本類が26打点、リーグ6位となる22盗塁、31死球、出塁率、 358を記録した。また、投塁成功率では、中島と共に9割を超えた。2014年は、開幕からしばらくは二類種、主に二番打者を務めたが、三番打者が、なかなか定着しないチーム事情により、交流戦頃からはそれまで一番打者だった日対抗が三番に、空いた一番に、西川が起用されることが多くなった。守備の面で苦戦を強いられ、 中田翔の左膝の状態もあって一塁手や左翼手としても出場した。前年から二塁手の定位置を争っていた中島が二塁手に完全に定着したこともあって、後半戦は主に右翼手を務めた。最終的には、自己最多となる143試合に出場し、打率、265、8本塁打、自己最多となる57打点、リーグ9位となる63支球、 出塁率343を記録し、投類ではリーグトップとなる43投類で自身初となる最多投類のタイトルを獲得した。最多投類を獲得したのは前年の非対抗に続いて球団史上2人目で日本人選手としては球団史上初の記録となった。またシーズン3類打13本はリーグ最多で歴代6位を記録した。 2015年は、背番号を8に変更するとともに、日が故障で離脱していた。前半戦では、主に一番打者を務めた。しかし、些細なミスが多く、シーズン中には、スタメン落ちや二軍調整も経験した。左翼手として出場した7月20日の楽天戦には、6回、表一士一塁の守備で、ギャビー・サンチェスが打った飛球を取ると、 取ったボールを観客席へ投げ入れるというミスを犯している。アウトカウントを誤認したことによるもので、楽天の一塁走者ウィリー・モーペーニャには2つの安全進塁権が与えられたものの、先発投手のルイス面動作が後続の打者を抑えたことから失点には至らなかった。日が戦線に復帰した中盤戦以降は日が再び一番打者を務めたことから、 主に9番打者として出場した。前年を下回るも125試合に出場し、打率276、5本塁打三35打点、リーグ3位となる30盗塁、6十死球、出塁率368を記録した。シーズン終了後に開かれた第1回、WBSC プレミア12に、日本代表の第一次候補選手へ選出されたが、 出場には至らなかった。2016年は背番号を7に変更。前年の背番号8は保守の近藤健介が着用することになった。レギュラーシーズンの序盤は不調にあえぎ、2番打者や9番打者に回るもセパ交流戦後から打撃のスタイルを一新。長打を捨てて、単打と出塁に徹することで、1番左翼手の定位置をつかみ取り、打率。 出塁率の大幅な上昇につながった。7月以降の公式戦では、本塁打がなく、三塁打の本数も前半戦から大幅に減らしたものの、単打や二塁打の本数を増やす。138試合に出場し、キャリアハイでリーグ2位となる打率。314、5本塁打、43打点、リーグ3位となる41盗塁、同6位となる73死 同4位となる出塁率405を記録し4年ぶりのリーグ優勝の原動力となった。クライマックスシリーズ突破を経て進出した広島東洋カープとの日本シリーズでは同点で迎えた10月27日の第5戦9回裏西万塁の打席で自身と同じ1992年生まれの中崎翔太からサヨナラ本塁打を記録した。日本シリーズにおける サヨナラ満塁本塁打は、1992年の第1戦12回裏に杉浦徹が代打で記録して、以来史上を2人目で、スタメンに起用された選手や9回裏での記録としては、初めてである。29日の第6戦では、1回表の第1打席に野村祐介が投じた初球で3塁打を記録すると、4回表の第3打席でも2.3塁打を打って、 チーームのシリーズ制覇に貢献した。日本シリーズの1回表に1番打者が相手投手の初級で三塁打を記録した事例は史上初めてで一人の選手が日本シリーズで1試合に2本の三塁打を打った事例は2003年の第2戦で川崎宗則が記録して以来二人目である。これらの活躍から日本シリーズの優秀選手に選ばれた。オフには パリーグの外野手部門でベストナインへの初選出を果たした。契約交渉では推定年俸1億円で契約を公開した。2017年は登録ポジションを内野手から外野手へ変更した。前年に続いて一番左翼手として公式戦の開幕を迎えたが、シーズン途中からは読売ジャイアンツへ FA 移籍した非対抗の公認として中堅手で起用された。 チームが菊池武史製の前に1アンダカンプ負けを喫した4月21日の大西部戦では1回表の第1打席に菊池からチーム唯一のアンダを記録した。さらにオールスターゲームには故障を理由に出場を辞退したチームメイトの近藤に代わる補充選手として初出場。7月14日の第1戦では5回裏の守備から出場すると7回表の 初打席で初安打を記録した。さらに、8回表の打席で右翼5回席に推定飛距離141メートルの本塁打を打ったことから関東選手賞を受賞。この年から創設されたマイナビ賞の受賞にも至った。138試合に出場し、リーグ4位となる打率29。296、9本塁打、44打点。 同4位となる69支給、同3位となる出塁率、378を記録し、投類では、源田宗介とシーズンを通して争った末に、39投類で、投類王のタイトルを3年ぶりに獲得した。オフには2年連続となる外野手部門でのベストナインと、自身初となるゴールデングラブ賞を受賞した。2018年は一軍公式戦の開幕から、 成中堅守に定着。6月1日の中日ドラゴンズ戦2回裏の第に、脱席に中前安打で出塁すると、シーズン通算18個目の盗塁を2投で記録したことによって、NPB 史上75人目の1軍公式戦、通算200盗塁を達成した。シーズン序盤は1番打者を任されていたが、開幕から2番に入っていた。 大田康氏示すが故障で戦線を離脱した6月下旬以降は、大田に代わって2番を打つこともあった。140試合に出場し、打率、278、自己最多勝初となる2桁本塁打の10本塁打、48打点、リーグ最多の96支球、同6位の出塁率、391を記録し、44盗塁で2年連続3度目となる。 当類王を獲得した。オフには2年連続2度目となるゴールデングラブ賞を受賞した。契約公開では推定年俸2億円となる2年総額4億円の複数年契約を結んだ。2019年も中堅守のレギュラーとして142試合に出場しリーグ10位となる打率。288、5本類が41打点、同6位となる19盗塁。 同2位の93支球、同5位の出塁率、393を記録した。2014年シーズン以来、5年連続で記録していた30盗塁がこのシーズンで途切れた。守備では3年連続となるゴールデングラブ賞を受賞した。オフの契約公開で2020年から中田賞に代わりチームのキャプテンを務めることと、2020年の オフにポスティングシステムでの MLB 挑戦を希望することを発表した。2020年は新型コロナウイルスの影響で開幕が約3ヶ月遅れた中、開幕2戦目となる6月20日の西武戦で4回表に松本渡るから偶アンダを打ち通算1000本安打を達成した。7月14日の千葉ロッテマリーンズ戦で1回裏に出塁した際に2等をし、 史上46人目となる通算250投塁を達成した。この時点での通算投塁成功率は、863で通算250投塁以上で、成功率8割超えは、西川を含め5人しかいなかった。120試合中115試合に出場し、リーグ4位となる打率。306、5本塁打、39打点、同2位の42投塁。 リーグサイトの92支給同4位の出塁率430を記録した。オフには4年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。2021年1月3日にポスティング遺跡での交渉が成立しなかったため1月28日に4000万円増となる2億4000万円で契約公開した。に四月は出塁率八十二と依然として 出塁能力の高さを誇っていたが打率208と打撃不振に苦しみ、さらに新型コロナウイルスに感染し4月30日に登録抹消となった。5月15日に一軍復帰し、打撃不振に苦しみながらも出場を続け、8月27日の西部戦で通算300投塁を達成した。なお20代での300投塁到達は、 史上8人目の快挙である。一塁までの到達時間が2013年には、バントアンダで3秒57、内野ンダで3秒97を記録する瞬速の持ち主。50メートル走5秒8。また、一定の長打力も兼ね備えていることから、閉鎖打数が少なく、2016年のシーズンには2009年の田中健介以来となる。 規定打席到達者のシーズン閉殺だなしを記録した。日本ハム入団8年目の2018年6月1日に中日戦で NPB1 軍公式戦通算200盗塁を記録し、盗塁死はわずか31で盗塁成功率86。868は歴代の200盗塁達成者75名の中で最も高かった。 西川自身は200投塁を達成した直後にアウトになるなら走らない方が良い。マークが厳しくなるのは仕方がないが、好きができたら走れば良いので投塁成功率をもっと上げられると述べている。2020年シーズン終了時点で通算投塁成功率864を記録している。打撃では一本足打法でタイミングを取る。追い込まれた場合には、 ミート中心のスイングに切り替える。2015年には従来の一本足打法から大きく上げた右足をもう一度上げてから下ろす一本足打法を導入する。視野を広くするため帽子のツバはおらず真っ平らにしている。2018年5月30日の巨人戦でも3点リードの9回表1市から2類走者として3類への投塁に成功。成功の直後に 西川選手通算200盗塁というメッセージやアナウンスがドーム内で流されたが、巨人の野主人が西川の走塁に無関心だったという公式記録員の判断でこのプレーは盗塁とみなされなかった。端正な顔立ちから女性人気が高く、ハルキストと呼ばれる熱狂的なファンも多い。2016年6月にファイターズが実施したファン投票企画。 彼氏にしたい選手ナンバーワン決定戦では、中島拓也、大谷翔平に次いで3位にランクイン。大谷が MLB のロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した2018年からは、日本ハムグループの食とスポーツ応援アンバサダーへ任命されるとともに、前年まで大谷が出演していたグループのテレビ CM に登場している。CM テレビ番組、ありがとうございます。